楽しみだよ。マジでいいの？意外と多いの。意外と多い。これは喜んで。僕らも。マジで？最後に最後の曲になりました。ゲイってなんか別荘やな。やっと帰るんだ。まあもうやっと帰る。もう俺こっち。巨大星のメガネ。メガネメガネうるせえ外すわ。キモメガネ。ヒゲなしの前に言われたよ。ヒゲさんからヒゲサロリもらって剃ったわ。いい感じだね。お前ハロナの根元待て待てハロナ。おめえ僕はヤジリさんおい別の根元何だと思う？チューニング気にする。オーケー。それ気にするわ。気にするわ。あれあれじいちゃん。おおーい。さん自身が何を持ってらっしゃるのかってことを僕は確認しようと思います。いや僕はアイデンティティが大事なんですけど、あなたは何が大事なんですかって思って。大下さんどうですか。いやあなた答えは、あのじゃ あ, あじゃあこれあの本当真面目になります。やってください。さっきふざけとったの。いやふざけないですけど、あの俺の心の叫びを歌った曲です。しかし最後に僕は聞いてください。これは本当に、ま、あのマジであの帰れのため、帰れない天国にいる人のためでございます。何を信じてる人いるっていうか、おつまみ出なかった。大石さん、何を信じて来たんですかって。僕は儒教と金光さんおーちゃん、かねみさん、俺かねみさんが目だからな。きれいな。いや、歌ったら速攻俺フォローいいから。おーしゅうぜー、りゅうちゃん。はい、言ってください。家族。りゅうちゃん、今年最後じゃないかもしれんけど。今年最後なの。最後じゃないよ、あのりゅうちゃんが親父のために歌うぜ。お、ありがとうよ。周りにおるから、あのファミリーやもんね。そう、みんな
しい夜は消えないくらい泣きたくなる。